小谷城は、滋賀県長浜市にあった、戦国時代の日本の城。城石は、国の史跡に指定されている。日本語大山城の一つに数えられる。標高約495メートル小谷山から、南の尾根筋に築かれ、浅い長政と、お市の方との悲劇の舞台として語られる城である。戦国大名は浅井市の居城であり、 堅固な山城として知られたが、元気、天正の騒乱の中で4年間、織田信長に攻められ落城した。その後、北大海の拠点は、長浜城に移されたために廃城となった。現在は土クル車などのほか、先駆的に取り入れられた石垣なども遺構として残っている。国の史跡に指定されている。小谷城市の石碑、浅井三大記によると、10日、経営。 間に、早掘り土手走行できすればとあり、1516年9月28日に、着工同年10月20日に、完成という記述がある。しかし、浅井三大記の記述には、疑問点も多く、その後の1525年、六角沢よりが港北に進行した際、浅井助政が、小谷城にて牢城戦をしたことから、その1。 二年前の1523年から1524年、追記説が有力である。この二説以外にも諸説あるが、いずれにせよ、大英五年までに築城されていたと思われる。その後1538年にも、六角皿よりが攻め込んだが、この時も、浅井助政は、小谷城を退場しみぬ国に逃亡した。浅井長政が像姉川古戦場跡、 スケマサの孫長政は元気、天正年間に朝倉義景と共に、織田信長と戦ったことで知られる。元気元年6月の小谷城から南に5キロほどの地点で繰り広げられた姉川の戦いでは、浅井朝倉連合軍と、織田徳川連合軍が激突し、織田軍が勝利したものの、信長は小谷城の堅固さを考慮して、城攻めを断念。 姉川南岸の横山城を築城、有力武将の木下秀吉を配置し、浅井氏に対する付城とした。その後もしばらく、小谷城から出る浅井軍と、小田軍とで、争いがあったが、各拠点を守る磯野一正、宮部慶順ら浅井軍の諸将が、徐々に寝返っていき、付城も横山城から、小谷城の南側の正面にある虎御前山へと、前進した。 しかし、一方で、小谷城、定谷城、山本山城と小谷城から、琵琶湖まで東西に並んだ市場は落城せず、小谷城の包位へは持ち込めずに行った。1573年8月8日、山本山城の首相である、厚地貞之が、橋場秀吉の調略に乗って小田方に寝返った。この城が手に入ったことで小田方は、 小谷城の包囲が可能になり、信長はその日の夜半に岐阜城を侵発し、10日には越前から小谷城への北国街道のルートを封鎖することに成功した。このため援軍に赴むいた朝倉義景の軍勢は小谷城に入ることができず、余語や木の本などに布陣した。この混乱の中で将の取り出を守る千見津島神が降伏した。将は、 おたり城と、峰続きである大竹の砦出の北麓にあるため、信長は、おたり城攻略の意思をさらに固めた。8月12日、機内一帯に嵐が襲来した。この嵐を後期と見て信長はこの日自ら、先見津島神の手引きで大竹を攻撃、落城させることに成功した。さらに翌日には、京成フェリーと見た、朝倉軍が撤退するところを一気に強襲し、 朝倉軍に壊滅的な打撃を与えた。信長は、着南、織田信忠の手勢などを際に残して、越前に攻め込んで、朝倉市を滅亡させた後、8月26日には、虎御前山に帰陣した。翌8月27日、橋場秀吉の軍勢が、清水谷の休憩者から、小谷城京国丸を吸収して陥落させ、 本丸を守る長政と小丸を守る長政の父、久政を分断させることに成功した。その日のうちに小丸を落城させ、久政は自害した。さらに本丸も落ち、9月1日、長政は、本丸の袖車にある赤尾屋敷で自陣し、ここに、浅井氏は滅亡した。小谷山その後、浅井氏の丘陵のうち以下軍、浅井軍、坂田軍は、 橋場秀吉に与えられるが、秀吉は、琵琶湖から離れた、小谷城を嫌い、1575年に、北国街道と琵琶湖に面しておりこうもある今浜に、新たに築城して、居城とした。そのため小谷城は、廃城となり、現代に至っている。1937年4月17日、国の史跡に指定された。最後の城主は、橋場秀吉であるが、 居城としていた期間も短く、小谷城は、浅井市の発展とともに築城し、浅井市の滅亡とともに廃城となった。小谷城跡の黒は分布図小谷山一帯の大根筋や谷筋をそのまま活用した南北に長い山城で、追記当時は、現在の本丸跡よりさらに北に位置する大竹城付近に、本丸があったと考えられている。久さ長政によって、 代々拡張が重ねられ現在の城郭になった。落城後長浜城の建築資材とするため小谷城は解体されてしまったが、山王丸付近に現存する大石垣を見る限り当時としては先進的で大規模な城であったと推察される。城は多くの車によって構成されており、本丸とその奥に続く中丸との間には深さ5から10メートルほどの 掘り切りがあり、主として南北二つの部分に分けることができる。これらの車を守る形で武家屋敷跡が点在し、清水谷などの要所には重心の屋敷が配置されていた。御茶屋敷車、大間屋敷車御茶屋敷車は、板所跡の上にある車で、主角部の最先端にある。車は一角で中央に低い土塁があり、名称は御茶屋敷と伝承されているが、 劣気とした軍事施設になっている。大馬屋敷ぐるわは本丸を防備するために築かれ、三方を高い土塁で囲まれている。また大馬屋敷ぐるわの清水谷の斜面側にはいくつかの縦堀が見受けられる。またこの近くには網来池跡があり、南北9メートル東西6.6メートルの石組みの池で中央に仕切りがある。また、 黒金門関の手前に首末石があり、今井秀信を、人生寺で殺害し首をここに晒したとの伝承がある。本丸、大堀切れ、彦根城の西の丸見え櫓本丸ぐるわは,は、江戸時代中期の大谷城を越えずには、金丸ともと記載されているので、金丸として機能していたと思われている。規模は、 南北40メートル東西25メートル規模があり、上下2段から成り立っている。また、東西の裾には、土類があり、本丸下の戦場時きぐるわ方向には、石垣が築かれている。この本丸跡に、戦国大工場戦では二層天守が築かれていた、可能性を指摘している。それ以外では、小谷城の天守が、長浜城に、そして、 彦根城の西の丸見え櫓として移築されたと伝承されていたが、1955年の解体修理では、そのような形跡は発見されなかった。これは、1853年に8割近くが大修理されており、追き当時の建築物は発見できない可能性も指摘されている。また、この北側には深さ10メートル幅15メートル、長さ40メートルからなる。 大規模な掘り跡がある。ここから上部と下部を明確に分断している。戦国の県上によると、上部のクルワは、この掘り切りがあることで、下部のクルワで食い止め強固に守られる反面、上部から下部へ、下部から上部への戦力の柔軟な運用が難しく、している点を指摘している。京国丸、小丸、三能丸掘り切りより北側には、中丸、京国丸、小丸、 三能丸と続いている。中丸は、大堀切れの北側にあり、三段からなる、階段ぐるわで、それぞれの段で横屋を築いている。京極丸は、京極市の屋敷があったと伝承されている。しかし浅井久正、浅井長正時代には、京極市は、河地上にいた。また、浅井助正が、九州京極市を遊兵していた場所だったので、 京国丸と名付けられたとも言われている。城内では、戦場時期ぐに次ぐ2番目に広い車ルワ跡である。京国丸の北側に小丸がある。この場所は、浅井久政が切腹し果てた場所で、左右2段の車ルワからなる。四角部の最も北側にあるのが三能丸である。三能丸は、神社が祀っていたと考えられ、現在は、名称が、 おたり神社に代わりおたり寺の一角へ移っている。四段からなり、爪の車でもある。また、三ノー丸の東側には高さ5メートルからなる、大石垣があり、また各車のここにも石垣が確認できる。戦国の県上ではこれらの石垣は、浅石の権力の象徴となっていた可能性を指摘している。石垣は、鉄砲が伝来するとともに急速に広がっていくが、 まだ戦国時代末期では、国人の私的権力では、構築が困難で、自社に属する石膏集団を動員する必要がある。大見国では、六角氏のような守護に近い権力が必要であった。そこで、浅井氏は、自らの権力を、配下の国人衆や、浅井氏の湖北での正当性や優位性を見せつける、必要があり、石垣が築かれることによって、 朝石も国人から戦国大名になったのではないかと指摘している。金五丸大英五年に朝倉隆史くが入場5ヶ月間在場し六角貞頼との調停をした際に使用された。月書丸尾根に複数の彫り切りと土類が残る。三ノ丸から大竹城方向を撮影おたり城の復元模型。 三能丸から谷筋へ下り、さらに山道を登ったところに、大竹城があり、小谷城の市場の一つとして機能していた。ここは、小谷城の四角部からは100メートル以上高く、小谷山の頂上もここにある。現在は、元気年間に、朝倉軍が駐留した際に築かれたと考えられる、車は横堀軍などが残されている。これらの遺構は直角に整形されており、 小谷城の四角部より高度な技術が伺われる。浅井助政の築城当初は、小谷城は、この大竹にあったとの説もある。考古学的に裏付けるものはないが、六角市の天文年間の文書には、確かに、大竹の単語がいくつか見られる。大竹城から見ると南に日本尾根が分かれている。内東側の一本が、小谷城の四角部であるが、 西側のもう一本にも小規模ながら城郭の遺構が残されている。これらは大竹城と同じく元記念館に援軍に来た朝倉軍が築いたものと考えられ、江戸時代の知史などから福寿丸、山崎丸と現在では呼んでいる。これらの遺構は長方形に成形され、当時としてはとても高度なものである。一方、福寿丸や 山崎丸に現在残る遺構は、浅い、浅倉領死滅亡後に、橋場秀吉によって築かれたものとする説が近年、提示された。福寿丸と、山崎丸の両方にある土塁バサミの古行は、虎御前山城の木下秀吉陣に存在する。古行に類似しているが、浅倉氏の城には見られない。また、1575年の越前日光一行一揆の際、8月13日に、 織田信長は、秀吉の守る小谷城に宿泊して、軍の兵糧を調達し、翌14日に、鶴ヶに着いたという記述が、信長後期にあることによる。小谷城石映図、小谷城市保障改造小谷城の駐車場。ありがとうございます。